ここの音楽いいな、俺ここの音楽好きやわ。かわいい、かっこいい。ってことで続きをやっていくんですけど、壊れると思った。まあ今の感じを見ると今日調子いいですね、僕ね。ってすごいいいリアクション取れましたんで、調子によるんですけど、今日全然眠たくないです。楽しい、すごく楽しんでやってます。ちょっと危なかったね、今のメガネなかったら。あ、メガネかけてないわ。調子いいね。どこやここは。黄色の街、黄色の、黄色リボンの。あー、いいね。谷、黄色の谷ね。ちょっと調子悪いかもしれん、やっぱり話が出てこん。早っ。あ、実はその今回から3個目のリボンですけど、リボン紙テープっていうかな、ですけど前ちょっとだけやってあったんですね。だからすぐに 100% いきました。言うてもちょっとしかやってないけど、ちょっとで 100% いくんです。ここはここを一つのセクションとしてるんですね。後ろ見えたな今。オリビア・マリオ君久しぶりだな。2週ぶり、17日に発売したんで、今日は28日ですから11日ぶりです。ピーチ城をテープで巻いたり、キノピオさんたちをくしゃくしゃにしたり。どうしてそんなひどいこと。最初はね、ひどいことやと思うでしょ。でも折り紙の方が綺麗やし、紙テープの方が綺麗なんですよ。薄っぺらなんですよ。僕もそっち側の意見です。どっちかというと偉いんですよ。そうこれね、今までの敵の中で一番俺共感できるんですよ。おられてるやん自分。ペラペラさんたちのみんなひどい目合わせ。ひどくない、元ペラペラやったのか。じゃあ自分は元はペラペラじゃないのか。何にも怖くないけど、何にも怖くないけど、可愛いけど、しかもあっちの意見やし、俺も。そこは複雑ですよね、これやってて。可愛いし、俺があっちの意見っていうことです。さあ、これでもうおしまい。先は進めない。どんな映画、どんなゲームの中でも一番敵に共感してますよね。君が爆発すればいいんだよ、そこで。嘘ですよ、今言った。え、びっくりした今。嘘やで今言ったの俺。おい、ちょっと待ってくれ、本当になるんけこれ。一言余計やった、ごめん。爆発すんなよ。してもいいか別に。あ、どっちやろう。かわい切ない。なんじゃこのシーン。この音楽やっぱ好きや俺。なんや今の間。今日ツッコミプレイでいいんじゃないの今日。ツッコまれプレイに変わったけど、その5ぐらいから。今日ツッコミプレイでいいんじゃないの。オリビアさんを助ける方法が一つだけあるっす。それは私が爆発するっす。ちゃうんかい。今すぐキノピオちゃんの港へ行って船で大海原に出ましょう。え、なんだ爆弾やろ君。困るけど、死なれても困るけど、爆弾やからね君。ペラペラなら通れるしね、あそこ登れたなら。今の最後のツッコミだけいらんな。これ後ろで見えたやつ、これやな。海原ちょっとね、
前回か前々回に西部劇の話をしましたけど、ここさらに西部劇っぽくなってて、その映画のタイトルは未だに思い出せないですけど、西部劇って結構面白いですよね。それを知ってます。最初はつまらんと思ったけどね。あれ、キノピオタウン、あ、うん、キノピオタウンっつったよね。俺 X ボタン使えんが、あの公園買ったら。ここの土管から戻れるんかな。 X ボタン使えないんですけど、どうせなら爆弾があっち行ってほしかったんですけど、爆発しない爆弾なら、爆発もできない爆弾なら、これややこしいんですよ。さっきもね、ツイートでね、絡んでるんですけど、最近爆弾ネタが多いんですよね。キノピオタウンの港か。あ、そっか、港の人見つかったって言ってたのか。これね、こっから戻れるんじゃないかと思います。ちゃんと僕この土管だけは覚えてました。まあ、帰り道昨日セーブするときに、あっちまで行ってセーブできんから、ここまで戻ってセーブしたときに見つけただけなんですけどね。一個前の動画の終わりを見てもらえばわかると思います。キノピオタウン、一回これ博物館経由ってのがいいですよね。なんかなんでか知らんけど、港はどこやったっけ、全然覚えてないや。左、これキノピオタウン、はあ、合ってた。どこにある、どうやって見れるんだっけこれ。こっち行けんのや、キノピオタウン。何これ、この紫のやったっけ。ああれ、取ってないことなんてある、これ復活するんかな。あ、右か今の。そうね、赤レンガがあったで。横浜やと思えばいいな、これ。横浜やと思えば自然です。はいはい、すげえ今日調子いいな、やっぱ俺ここに迷わず来れるなんて。あ、マリオさん、もみじ山でピチピチしてたところを助けてもらって。そう、もみじ山でピチピチして、あ、え、こいつ助けんかったらどうなってたやろ。助けるストーリーやったっけ、必須なんやったっけ。もしこれ助けてなかったら今もう一回助けに行きましょうってなるんかな。いや、でもなんか必須やったような気もする、そこは。確かね、ストーリー上絶対助けないといけなかったキノピオやった気が。する。え？ちゃんと順番通り行こうぜ。プリンセスピーチゴっていう船の中にあるはずです。なんだ急に君。あれさえあればきっとオリビアさん助けられます。なんだよ君、急に詳しくなってんのに。さっきまで寝てたりをしてたしさ。言わんし、あれって言って。まあ、マリオも喋らんであかんねんけど。またゲーム？またゲームや、これ。L で進みましょう。おーい、すげえ。B で急にタウン戻れ。え？大事なもの何落としたの？どうした？どこにあるの、それ。B で急にタウン戻れるってこれ。いい演習。あのプクプクはどうなんかとかいろいろあるな。ここどうなってるかとかいろいろあるな、これは。新しくて。落とし物探したいっていうのもあるしな。寄り道やめとくか？寄り道やめとくか？これね、これいっぱいあってみよう。おお、あ、今日調子いい。すげえ音が変わってる。すげえ音が変わってるやん。怖いな。ちゃうな。怖いな。
ちゃうな。こうやな。武器も新しいのいろいろ手に入れたし、靴が足りてないな。でもあんまりマリオの靴しかない。ワールドごとにちょっとだけ音楽が違うの俺好きなんやてな。緑の木のピオっていつからいたっけ。キラハンマー、あ、キラハンマーじゃなくてマリオハンマーで十分やったかもしれん。なんか壊したくなっちゃってた、ごめん。いるね、大量だな。なんか合いそう。あれ合いそうで合わんのかい。これ難しそう。これこれは難しいわ。ちょっと上から見ようかな。これはどうすんの。これこれめちゃくちゃ難しくない。まあ適当でいいんやけど、一応足しとこう。あ、でも金結構使ったんやった。俺フィギュア買ったで前回。全然わからんなこれ。あ、なんか良さそうじゃない。違うか、これ良さそうじゃない。ちょっと待って、もうちょっとだけ足して。いや、こんなとこで金使ってどうせんて。あ、できた。これは褒めなあかんわ、自分で自分を。調子によってやっぱり喋りも全部キレがあるで、ツッコミプレイというタイトルに今日だけさせてもらいましょうか。4回ちゃんと攻撃できるんや。あっちの 4分の1回できるんや。でもね、もう一回やれてたらできないですよね、今の。だからつまり時間2回足してやっとできただけなんで、今後まだまだ先が、成長できる自分は想像できてないけど、この戦いに。結構いろんなもんある。あった、なんかまた落としたの。この海には戦いのための島があるんだ。腕に自信があるなら行ってみたら。こっから下にある頑丈の岩に左側にある。へえ、ちょっと今ないです自信。さっき自信ないって言ったばっかり。うわー、いるね。当たらずにプリンセスピーチ号にまず行ってみましょうか。よう名前覚えたな今俺。どういうことなこれ。プリンセスピーチ号の近くにある。プリンセスピーチ号、これがあの有名な大型遊楽船プリンセスピーチ号。遊覧船やな。ちょっとこの船のこっそり後ろ行くとなんかあるとかあるっちゃうか。
絶対あるなこれ。あれここ登れんの？登れんなこれ。ペラペラすぎて俺が。そっか。はいにしちゃった。ごめん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 。そんな早く質問来ると思わんや。もうそんないいよ。嬉しいよ。早く質問来た方が嬉しいんや俺も。うん。そういうゲームの方が、この昨日のイカダもそうやった。イカダじゃない。急流、あの、下り、キノピオの。急流じゃないわ。お、話早い。着きましたとかなしでパーンと。すいませんね。こんなとこにキノピオが折りたたまれてるわけないよね。ストーリー的に。今日一応、プリンセスピーチ号は、穴はある。そうなんや。何やって今度って。何のために今度よ。今暇やで俺。聞けるって今これやりながら。髪巻きながら、全然俺聞けるんだけど。巻かれてる。こんなところで。おられてるやった。どういうこと？かわいすぎるでしょ。複雑？意外と。でかいんや、ここ。わかったわかった。わかりやすい、地図が。嬉しい。ちょっとね、俺はでもあっちをちょっと一回見てみたいけどな。シンフォニーテーマパークへ任天堂の人が行ってたの燃えるって言ったけど、こういうとこに行ってる任天堂の人は別に燃えんな。どこでおられてるの？ あいつか。ピンクのキノピオ。いるのやめてほしい、ほんとに。よいしょい。昔の俺なら飛べたのにな。昔の俺なら、わしなら。これどうやって飛ぶのこれ、ほんとに。わかんないな、これ。ここ？こっからこう。おー、惜しいくない？よいしょい。こんなギリギリなわけないやったよ。でもどうやっていくのこれ。とりあえず倒してみようか。2階で行くかこれ。2階で行かんで。まあいいや、ちょっと時間があれなんで。ああ後ろにいたら行ける。行った。何て寝たやん。後ろにいたやん。靴が1個しかないのがきついかもしれんな。
でも105もあるし、もう いきなり。久しぶりに爆弾の攻撃見たな。見たと思う。いやん、そうなんの。黒い方から倒したい。強いな黒。あれ、何したの。転んでる。かわいすぎですけど、ちょっとキュンときますけど。長いね、戦い。ハンマー使いたいな。ハンマー使えるかな、これ。使えそうにないな。これどうしよう。1回、2回。あ、できた。ハンマー使えた。あれ？できない。ハンマー使えない。ハンマーから先行きますね、今回は。キラハンマーがいっぱいあるんで、今一回で倒せるかな。倒せた。グレートで倒せた。じゃあ倒しちゃおう、ハンマーで。その方がいいと思います、踏むより。踏んだって一回じゃ倒せない気がするんで。なんかわいい。え、また増えてる。 OK。 1。 あー、できん。どうしたのこれ。助けてもらう。あれ、波数切り捨て。今見たけど、ちゃんと700172が17秒になってたけど、点何々も入るんかな。そこ重要なんですよ、家計的に。ちょっと分かんないな。いや、分かんないから。81もあるでしょ、僕。あれ、なんで10なの。ごめん、あの人爆弾に託そう。あ、マリオのハンマーや、間違えた。それは10なにやわ。託した。強い。かわいい。ここにいたこと忘れてたんやけど。どうすんの、これか。
ちゃうな。どうすやこれ。これはちょっとわかんないな。あ、あれ？いけそうやった今。なんかいけそうじゃないこれ。あ、いけてないやん。いけた。ギリギリないやん。あー、兵法と戦い損。そんなことないか。お金もらったし。こんなギリギリなもんなの。どこに。そんな取りたいくもないか今の。どこ行くんだろう。エレベーター行けるかな。びっくりしたー。転んでるし、あいつが転ばんかったらやられてたとこやったよね。怖いな、演出たまに怖いなこれ。俺全然わかんないっすそれ。一体どこに行けば電気が使えるようになるんですかね。うまい、そこで喋りかけてくれるんや。あの星何。あ、ほら星喋ってたやつの A ボタンか。え、電気は機関室に電気のマークがある。うん、一回外出ますか。ちゃんと電気のマーク書いてあるね。でも通れないと。俺今避けたつもりがどこに行ったやろうと思ったら穴落ちてるっていうのが天然さを出してしまいましたけども、そういう風になってるよね。ちゃんと開発者は。あー危なかった今。戦ってるの時間がないんですよ。結構来るね。結構こっちまで飛ぶね。あなたたちは叩くよ次から。おー気持ちいい。あー、マリオや。急にマリオ。急に左スクロールはマリオ。あれ？開ける？あ、宝箱かこれ。すげえ。階段に登ってみますね。落ちればいいか。上から落ちれればそれでいい。めちゃめちゃヒットポイント上がるやん俺。大丈夫？こんなに上がって。すごい余裕になってきてるけど最近。嬉しいよもちろん。お、来た。お、強い敵来てる。あんな思いっきり食らうけ。から落ち、あれ、こっから落ちたかんか。こっちから落ちれんのけ。どう思う？ここから落ちてみていいかい。できるだけこっちに落ちれんかった。どうすればいいんですか。これどうすればいいんですかね。一回戦ってみようか。強そうや。
音楽強そうになってない、なんか若干。え、合ってる音楽。3回、1回、3回。いや、おーってことない今の。なんで？な、結構失敗率高くない？超強い。え、あいつ自滅してるやん、怖っ。どうするんだっぺ。 X 喋れる。ラウンジずいぶん荒れてたな。ちょっと気になるっす。どういうこと？そうなの？ラウンジから行くもんなの？ここ寄り道なんだ。ここはラウンジ気になってんの？ラウンジってとこ、あっちか。そういうことか、ラウンジから出るんや。なるへそや。やっとわかった。あ、わかった。ひび入ってたもんね。え、そこ乗る意味あるんけやって言ったが、俺ここに乗る意味あるんだよな。ここ、ハートなんて別にいらないと思ってた。いるわ、いるときはいるが、ハートいるときはいるけど。そういうことや。すげえ、やった、嬉しい。今日調子いいな、やっぱ俺。調子いいじゃねえ。爆弾聞いたよ、今。爆弾じゃない、平棒。あ、ちゃちゃ、平棒じゃねえ、なんてやっけ、ボムダイラ。案内図で電気マークとかなかったっすか？あったよ。それは遅いやろ、言うの。あったから今ここに来れてるやん、俺。ん？待って。やな、こいつにどんどん感情移入し始めて最後に爆発したら泣くかもしれんな、俺。ね、爆発しそう。さっきしろって言ってたけど、ごめんなさい。ボムダイラメ。いや、いいね。キラキラハンマー。あ、キラハンマーのキラってキラキラのキラやったんや。なんか俺怖い、キルっていうイメージやった。怖くないか、それは別に。ファイヤーハンマーとか買ったんやな。キラキラ、キラっぽい投げハンマー。キラっぽい投げハンマーでいいとか。下やね。壊してから埋めなあかんかったやん、ここ。まあ怖いわな、今のこの状況。怖いっていうのはしゃあないと思う。ここどこ？
あったっすけど、俺こん中にあったと記憶してたんですけど、違いましたっけ。ちょっと上行ってみますね。じゃあ、今出口あれ、今なんかあったな。ごめんごめん、もう一回言っていい。これ一回見よう。降りて右あったわ。ごめん、めちゃめちゃ扉あるやん。なんか窓から来そう、窓から来そう。ピーンってこう、ピーンってこう。あった。なになに、どうした。かわいい、かわいいけど、なんや、よう喋れんなってます。うわ、新しい、あ、いたね。キューブにも敵、公園の敵の浮いてる時はできないみたいなの。どうすんのこれ。1、2、3、こっち一応こうして、キラポイ投げハンマーは違うから、ポイ投げハンマーキラーない。いけるやん。いやー、キラハマの方が良かったんかな。あ、絶対キラハマの方が良かった。ごめん、 1.5 倍とはいえ。あ、でもあいつが当たったらか、そうでもないかって言おうとしたらやっぱりコロボか。フェイントがすごい。3回。どうしたのこれ。ちょっと待って、でも210も使わんでもいいよね。何のためにしてんかな。ごめんなさい、これ分からんわ。別にこれでいいんだよ。だってキラハンマー使うんやで俺。あれ、倒せんかった。んな攻撃やと思わんで、途中からやったわかんの。でも
1.5 倍ならいけるのか。つら、いや何回も転ぶのはなんでな、あれあれあげるのかな。爆弾で1に関係するしてるのかな。150ゴールドももらえるね。一回戦ったらハンマー買えるんやね。え、大江戸ランドのマスターキー絶対ちゃうでしょうね。これだけなんや。なんだこっち行ってみっか。あれあれ、ここの下に行きたい。階段どうなってんの、壊れてるんか、これか。階段が見えんねやけど、階段がないの。どういう状況これ。鍵があればっていうのかな。でかい、動かす何かいる。船内を探してみますか。そうですか。あっち側行けそうなんですけどね。行けないですか。ピキーンってなるやな、ここで。これの下なんかな、下なんかな。探してみます、船内を。上行ってみますね。じゃあ、悩んでるんかと思ったやん。そんな突進の仕方ある。怖い人や、めっちゃ怖い人や、この人多分。ターンで倒せたっけな。1のヒットポイントの差が大きいよね、このゲームで。だから今のエクセレントとグレートの違いが大きい。この 1.5 倍も大きい。そういうゲームか。なんかありそうでないの。ん？踏んだ？キノピオ。助けようとすると爆弾を叩いてしまう。あれ？ピーチファンや、めっちゃピーチファンや。なんで戦ラウンジじゃないところで食われた？食われたってこと？え、どういうことやねん、どういうことやねん。逃げてこれたんかい。なんかこれ逆にしてるとできないってことか、順番がね。
おお、逆に回る。これでも絶対に俺今は間違えてると思ったことあるんですけど、ないわやっぱり。いやなんかね、いつもこの赤い枠を先に決めることがなんか違和感あるんですよ。またクレームかと思われるかもしれないですけど、普通の方、復帰を決定してから赤い枠を決めたくないですか。でも、もうここのカーソルで合ってるでいいんか。いいわ、なんでもない、ごめんなさい、任天堂が正しいです。このピーチファンやね、この運転手すげえいいやん、すげえいいの手に入れてるやん。どういうこと、ピーチがオーナーなの。これラボのハンドルや。でかい船の機銃操縦なんて語る。男なら一度憧れる。電源入ってないけど難しそうな機械ですね。あれ、あ、すげえ。このレバーを持っていくよ、電気のとこ。いやいや、缶もうちょっと鋭くなった。あなた、俺が分かってる時の方が分からねえな、あなたは。それでいいよ、助け合おう、助け合おう。今の右側先行こう、右側先に行こう。上にもう戻ってこない可能性があるから。つっかえてるやん。うわ、当たっちゃったか、ごめんごめん、ずっと逃げてきた、ここすいません。コイナギハンバーっていうのはこれで合うと思う。一回やってみます。あ、でも 1.5 倍にならんがな、これじゃ。そうなの、コイナギハンバー、あ、違うの。コイナギハンバーって立てないやん、マジで。俺後ろの2人勝手な先入観で、まあ、整列ってならんってことは。そうか、ポイナギハンマーってどんなか使ってみていいか。そういう感じだよ。そういうことね。踏みたくないやつの縦攻撃ね。うわ、びっくりした、ダメやった。いや、ダメや、それは。あかん、ウェーブバトルじゃなかったっけ、これ。やべえ。並べられるか、これ。あ、これでいいか。ポイナギハンマー、踏みたくないやつじゃないで踏めばいいか。A ボタンの押すタイミングよくわからなかったです。ポイナギハンマーの。あ、やっぱりここで赤選んでからこれの方俺やっぱりやりにくいけど、これ任天堂に対するクレームになっちゃうからやめとこう。さっきから言ってるやつ。あ、いいの倒したな、ゴム兵さん。防御できんってどういうことや。ごめんね。
これはやばいな。アイテム応援使ってみようか。いやー嬉しい。うわ、高いタイミング合わんな。すごいダサいやん。倒せよ。うまい。呼ぶなよ。びっくりした。仲間を呼ぶなよっていうことで集中しちゃう。これで倒せるかな。やった。いいバランスですゲーム。急に上から。ゲームバランスについて言うぐらい上から。いやーこれ会う時間がもったいなかったな。ごめんなさい。でもまあお金と折り紙が必要だったってことでしといて上に行きましょう。上に行きましょう。紙っぺらっていうかね、紙っぺらが必要だったんで。ん？俺何？下に来たやんが。記憶がなくなるくらい長いわ戦いが。上に行きましょう。じゃあ電源が入るところまでにこの動画にしますね。じゃあいやここまでにしましょう。じゃあね、ありがとうございました。